おはようございます。バラありがとうございます。メイクね、メイクメイク、あった。おはよう。今日はね、それじゃないよ、あ、なんかこう私服です。おはようございます。今日も夢見たな。あれ？あれ？ラブイーズの。ラブイーズのピン止めがない。なんだっけ？この前東京でお仕事の時にどっかやっちゃったかな。ガーン、一個しかなかった。よいしょ。おはよう。よし、まずは、はい、これし、あ、これこれを顔に貼っていく。おはようございます。今日はみんなと会うのでスペシャルパックっていうかさ、あー危ない。あの花江からね、先日お誕生日プレゼントをいただきまして、なんかそれがボディースクラブみたいなやつだったんですよ。ギフトありがとうございます。それで、まあ、なんか特別な日の前にしようと思って、おしゃべり会の前日とかにそのね、ボディースクラブしてツルツルのお肌で皆さんとお会いしようと思ったんですよ。で、なんかそのボディスクラブがなんか瓶みたいなとこに入ってるんです。で、昨日開けようとしたらあまりにも開かなくて諦めました。どうしたらいいんだろう、誰もありがとう。じゃん、あまりにも開かなかった蓋が。特別なパックって言ったんですけど、すみません、これいつもしてます。公演の時もしてます。パックなじませました。まあこれは5分ぐらいですかね、確か確か5分ぐらいでよかった気がする。あ、3分から5分程度らしい。よし、これで3分ぐらい、その間に髪とかそう。で、その瓶が開かないっていう、どうすればいいのって。でもさ、その瓶にさ、あまり体力を使いすぎるとさ、今日のおしゃべり会分がなくなっちゃうと思って、もうさ5回ぐらいチャレンジして諦めました。
だるまありがとう。ああ、お父さんに頼めばいいのか。はい、5分って書いてあった。スクショしたらダメだからね。スクショは目でしょ。こんなアイドルのパック姿言われなくてもわかると思うんですけど、ダメです。これはやっぱりスクショをしてさ、ツイッターに載せるときだとその推し面がもう輝いてる神々しいときにお願いします。今これはどうですか？輝いてますか？輝いてないですね。ダメです。もういいかな。ペロ。タコありがとうございます。そうですよ。で、結構今ベタベタなのでマスクを剥がしてすぐですけど、はい、こうティッシュオフする。ほう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 、これで浸透しました。完璧で、その上から乳液を塗る。これはすごい庶民派アイドルっていうのが分かると思うんですけど、はい。乳液にさ、割引してある無印の、はい、クリアケア乳液をつけます。趣味派アイドルなので安いでしょ。900円ですよ。1200円の商品が。よいしょ。無印大好き。無印にはなんか信頼を受けます。圧倒的信頼の。タコありがとうございます。はい、これも塗ったばっかりなんですけど化粧します。はい、定価で買えるようになりたい。定価で買うのがどれほど幸せなことなのか皆さんは分かってますか？よし。やっぱり保湿しないと乾燥するので、まあ保湿しても乾燥するんですけど、まあ保湿した方が乾燥しにくい、乾燥の度合いがね。でも乾燥肌なので乾燥は避けては通れません。皆さんはもう長岡なのかしら。そう、保湿しても私もすぐね乾燥しちゃうんですけど、まあ日々の積み重ねというか浸透させないといけないので。もう長岡なの早い。はい、こうやって下地を叩きつけます。
乾燥防止下地。よいしょ、いいんじゃないですか。ほら、張りがさっきのパックでこんなに、こんなにパチパチあー、新潟暑い。どうなんだろう、どうですか皆さん、外は暑いですか。私はまだ今日外に出てない。まだクーラーにお世話になってます。関東より暑いの、そうなんですか。関東に勝った、ハートありがとうございます。眉毛描きます。眉毛は眉尻から描く。あ、そうだ、確かに9月ですね。今2週目か。え、9月の半分、でも今日の私服結構夏っぽいんですよね。よかった、暑くて。まあ浴衣も着るメンバーもいるらしいので、夏ってことで私もいいかなって。ハートありがとうございます。じゃあ眉毛誕生、じゃん、眉毛、眉毛でだいぶマシになった。よいしょ、ちょっとまだまだなんですけど、はい、よっこらしょーで、なんか次は、眉毛を立体的にしていきます。これはもうアートですね。まあ美術苦手だったんですけど、あー、タコいっぱいありがとう。ほんと美術苦手でしたね。一番苦手な科目は美術と技術言いにくい美術、技術はすごい苦手だった。あれあれ、木とか切る、中学の時にあったんですけど、木とか切る科目なんです。のこぎり、ギコ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 苦手だったな。先生にね、いっぱい怒られた。ちげえよ、変われよってはい、お願いしますそう、苦手でした。そうですよ、熱い先生でした。よし、続いてファンデーション。ファンデーションって塗ればいいと思ってるじゃないですか違うんですよ、いっぱい塗ると乾燥しちゃうんですよ。
なので、薄く塗っていきます。これは自分との葛藤なんですよね。いっぱい塗ってカバーしたい、でも塗りすぎると後々汚くなる、葛藤してます。あ、3分伺います、ありがとう。バランス難しい、塩梅が難しいです。そう、葛藤してる私は。まあなんか厚塗り感も出ちゃうし、ファンの皆さんはあんまり厚化粧好きじゃないじゃないですかやっぱり皆さんはナチュラルメイクが好きじゃないですか。みんなのこと洗脳するそうでしょ。そういえば今日おしゃべり会中止になる夢見た不吉なんか中止になって、あ、雨で中止になって、なんかそのおしゃべり会の偉い人がカイリーさん謝らせてくださいって言われて、なんかお家まで来た夢誰なんだろう、そんなおしゃべり会の偉い人って、わざわざ謝らせてくださいって。スーツ着て、私が偉すぎる、なんか私がお偉いさん、そういうことですね。でも今日おしゃべり会開催されます安心安心安心してください。今日しゃべり会あります。で、顎開催されてるよね、よかったそう、私に、ごめんなさいが来ました。私も全然そんなに移動しないからさ、いいんだけど、ファンのみんなの方が。よいしょよいしょよいしょ。なんかいい感じに着地したかも。よいしょまだ顔に色がないんですけども、よし、こんなもので、これ以上欲張ると崩れる。大事、自分との戦い。あと10分ぐらいあります、わかる。結構パウダーで抑えていきます。よし、私メイク早いですよ、取りかかるの遅いんですけど、メイク早いです。だってメイク
ってもう工程決まってるじゃないですか、自分の中で。なのでパパパパパパッっていきます。はい、パウダーで押さえまして、遅いメンバー、いやでも今いる元気なメンバーみんな早い方。よし、アイシャドウ塗っていきます。じゃん、マリナお姉さんから先日お誕生日の記念にいただいたアイシャドウ、これすっごい、あの自分で言うのなんなんですけど私に似合うんですよねはい、とっても色合いが可愛くて似合う、華やかな目元になれます。マリナお姉さんありがとう。私の片身、これガタミ配信だと、あ、でもちょっと色ついてるの分かる。よいしょ、ほうほうほう、で、あ、で、あれ？ここまで調子が良かったのに、これでいいか。あ、バイクの音ですね。よいしょ、はい、涙袋かく。で、ぼかす。これもアート。美術苦手。よいしょ、いい感じ。よいしょ、皆さんに見ていただこう。あー、ラブリー。あれ、なんか私のリップが紛失してる。あれれれれれ、ラブイーズの中かな。よいしょ、じゃあみんなに一旦見ていただこう。なんか一旦すごい髪の毛多い、ちょっと形になってきました。じゃんじゃんじゃん。でもまだみんなには会えない、 こんなんじゃ会えない。もうちょっと頑張ります。なんか多く見えますね。パサついてるのかな。
よし、できてきた。じゃあちょっとみんなに成長した姿を見せしようかな。コンタクト入れようかな。待って、でもあと7分しかないから、テキパキテキパキいきます。よいしょ。あ、もうこれは本当に本当にナチュラルなガラコン。35分までなんで、最近お部屋掃除できてないからさ、物があちらこちらに、あのバッグこのバッグに散乱してて、なくし物がしやすい時期になってます。なくし物の時期。気をつけよう。よし、行くぞ。あ、やっぱり会場ついてからでいいかも乾燥しちゃう。やめます、ごめんね。疲れちゃうから。盛大な振り、あの、つけるとか言っといてつけない。ごめんなさい。本日のコンタクト装着配信は中止とさせていただきます。誠に勝手ですが、すいません。そんなに？いいリアクションですね、皆さん。さすがです。よし。皆さん、おしゃべり会でお会いしましょう。ねえ、おしゃべり会で会おうね。別にいらないか。タコありがとう、ハートありがとうございます。よし、だるまもありがとう。だんだん準備できてきた。今日
今日は1部から6部が確かポリスで7部8部が私服です。あ、1部じゃない、3部だ、危ない。1部だったらもう間に合わない。危ない危ない危ないっすね。捕まりたい。でも私あんまりそういう逮捕とかしないポリスなんですけど。はい、頑張ります。逮捕とか積極的にするタイプじゃないんですけど。はい、でもまあみんなが望んでいるなら頑張ります。よいしょ、前髪を直そう。あとでちょっとこれでポリスはやばいね。よいしょ。まあまだ、まあまだできてない。よーし、ではランキング見しようかな。カズーさん、ソラさん、ハクタカさん、トンスケさん、超快速さん、ニシタムさん、佐藤ハボウさん、スシハラブさん、カンヤトさん、スグさん、コンちゃんさん、チラカンカンさん、そして一位ドラゴンさんです。ありがとう。ねえ、朝から配信するなんて珍しい。多分今日の明日がちょっとできなさそうなので今しました。まあ後でもの日はしようかな。できる限りやります。では後ほど。ありがとうございました。またね。